おはようございます。速稼塾の久保です。今日は2月11日時間にして朝4時になります。まあ、今週の相場解説はね、この1本で終わりにしようかと思いますけども、昨日いかがでしたか？朝の相場解説を送らせていただいて、バイで入るポイントを明確にお話ししました。まあ、それまでの段取りもあってずっとバイの方を狙っていた。その途中で収束があったんで、そこの収束に対するブレイクを狙う時のブレイクポイントが115円の680というふうにね、明示したと思います。場合によっては750でもいいんですけどもね。いずれにしましてもどちらで入ってもこのゾーンで入った方っていうのは全員大きな利益が取れたんではないかなと思いますし、それまでも利益を取り続けてきたと思います。今日はそのことをね、端的にお話して終わりにしようと思います。こちらです。じゃあ1時間軸ですけども、ご覧になったようにずっと場合で取れていたと思います。でポイントにした赤い線ってのがついにここで使い切ることになりました。もう今後は出てきませんね。全部しっかりと使ったんで、115円の430とかね、下の方にあります110円の723とか、本当にこれを便利に使わせてもらって、何度も使ったおかげで利益が見込めましたね。でかなりの利益になったんじゃないですか。2月も1月もお年玉週間が2回もあったんですけども、2月もね、引き続き大きな利益を取ることができた。特にこの10日っていうのはドカーンと午後から利益を積みました時間になったんではなかろうかと思います。それが今見えてるところですね。特にこの四角で囲ってるところがありますよね。こちらの方ちょっとクローズアップして見ていきますね。これになるんですけども、ちょっとちっちゃくなっちゃってすいませんけどもね、左上の方に、はい、115円の680っていうブレイクポイントと115円の760でしたね。760っていう2つのブレイクポイントを皆様にお示しして、先日の相場解説を終わりました。さあいかがでした？ここで倍に入ろうと、ここで倍に入ろうと、結局大きな利益が出ていたと思います。ちなみになんですけども、最高のポイントで利益が取れるっていうのはちょっとできすぎですよね。きっと多くの方はヒゲを戻したところで危ない危ないって感じで利確したと思います。まあそれにしてもね、ここでロスカットを食らっちゃうのはちょっとぼんやりですよ。ゼロライン設定しといてくださいよ。ゼロライン設定も直前で、私いつだったかな、先週だったかな、実際にお見せしたと思いますから。今回これほどまでにね、上昇したのにゼロライン設定してなかったら、それはもう自己責任です。ゼロライン設定は少なくともね、115円の970あたりに入れていただくか、116円ジャストに入れている方も大きいんじゃないですかね。切り板で行くんだったらこの筋です。116円の045ってことになります。いずれにしても大きなピップスをリスクリワード 3.1 以上で今回は取れたんじゃないかなと。場合によっては 1.5 5対1ですね、5対1のリスクリワードになったと思います。もう十分でしょ、この利益は。で今後も、今度はここを何ですかね、レジサポラインに迎えてですね、2つのエントリーポイントを私お示ししました。115円の680と115円の760です。それがそのまんまレジサポになるわけですよ。でこっからまたもう一回上昇を目指していくっていうのを、来週の月曜日の相場解説でお話ししようかと思いますけどもね。うん、いずれにしても大きな利益を安全に取っていけた今週の相場解説だったんではなかろうかと思います。特に私の相場解説分かりやすいでしょ。どっちに行くか分かりませんよとかね、そういう時ははっきり言いますけども、ほとんど言わないわけですよ。横ばい、ブレイクで上昇、もしくはセルでエントリーポイントはここです、金額まで言うわけですからね。いやこれで利益取れないんだったらもう FX やめてください。本当にこんなに明確に言って、はっきり言ってこんなのはね、大サービス中の大サービスですよ。でも私の発信がね、分かりにくいって方いると思います。分かりやすいという方がね、だいぶ増えてきたんですけども、分かりにくいという方、いや久保さんそうは言ってもちょっとね、勝てませんでした、原因を一緒に探ってもらえませんかって方は、メッセージいただければしっかりとね、一人一人対応させていただきますんで、大丈夫です、任せてください。とりあえず速稼塾の塾生さんに限りますんでね、速稼塾に入ってないよって方はすいません、ご質問いただいても答えるかどうかはちょっと保証できません。まあ今のところはね、皆さんにお答えしますけどもね、でもできれば速稼塾の塾生さん優先でお願いします。それではありがとうございました。じゃあ今度は14日にお会いしましょう。